ようこそ手塚さん全開チャンネルの何がしてございます。今回はですね、目に映るすべてが偽物だったとしたらという SF の傑作グランドールお届けいたします。本当の自分は自分ではなかったとしたら、実は人間ではなく異星人だと告げられたら、そんな理解しがたい事実をですね、地球侵略を企む異星人の正体を探るうちに明かされていく衝撃の事実、自身の存在意義をも問われる世界観を思った摩訶不思議なテーマを抱えた異色 SF 大作グランドール、今回はですねじっくりとご紹介いたしますので、ぜひ最後までご覧になってみてください。このチャンネルでは手塚さんの関連情報を偏って配信しております。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編いってみましょう。さあ、本編はですね、1968年の1月から少年ブックにて連載された作品であります。少年ブックといえばですね、あの週刊少年ジャンプの前身でありまして、昭和24年に発刊された面白ブックが少年ブックになって、昭和44年に廃刊になります。でその後に少年ジャンプが誕生するというわけでありますが、この創刊時はですね、まだ週刊ではなく隔週なんですよね。で手塚先生がですね、少年ジャンプとあまり関わりが深くないと言われておりますが、実はこの少年ブック時代にはですね、新選組ビッグ X フライングベンを連載しておりまして、その後にこのグランドールの連載なんですね。そしてこの後にヴァンパイアが乗って廃刊と。ですからここまで少年ジャンプというか集英社にはですね、手塚先生はずっと連載していたんですけれども、少年ジャンプが創刊されるようになりまして、ジャンプ自体がですね、これまでの児童漫画路線を変更してですね、やや劇画より、そしてベテランではなく新人作家中心への雑誌へとね、変わっていくことによって、手塚治虫の掲載がなくなっていくというわけでありますね。このジャンプの一つの、登場というのがですね、この週刊雑誌時代の一つの転換期になっていくわけですが、この辺はまた別の機会にでも、お話したいと思います。というわけで早速ですが、本編のあらすじ見ていきましょう。舞台は北京と東京、ある時両都市同時にですね、奇妙な人形が発見されます。その人形は人間そっくりに変身することができる代物でありまして、実は異星人による地球侵略が目的のために放たれた人形でありました。異星人はすでに地球の至るところにこの人形を紛れ込ませて、暴動を起こさせ、人間同士が憎しみ合う状況を作り出し、地球を乗っ取ろうという計画だったんですね。同じ頃、主人公である中学生の鉄尾少年が道端で人形を拾います。そして家に持ち帰ると、その人形は少女に姿を変え、自分はグランドールなる人形であると告げます。地球侵略のために送り込まれたあの人形だというんですね。驚いた鉄尾少年でありますが、さらに驚いたことに、鉄尾の家族も実はグランドールだったということを知らされるんですね。これまでずっと生活していた親が実はグランドールだったというわけであります。そんなことにわかに信じられない鉄尾少年でありますが、さらに衝撃の事実が追い打ちをかけます。なんと自分自身もグランドールであるという事実を知らされるんですね。自分も家族も、そして学校の先生をも、この町に暮らす人々も実はグランドールだというんですね。自分自身の存在意義、アイデンティティをも粉砕する衝撃の告発に我を失う鉄尾少年。さあ、一体この世は一体何が真実なのか、この衝撃の結末はいかに、というのが本編のあらすじであります。本作はですね、手塚先生お得意の SF 作品でありますが、一風変わったテイストを持った SF 作品になっております。異星人による地球侵略ものというのは結構手塚先生は書いておられるんですけれども、その中でもこれはね、非常に異色の作品と言えますね。何せ侵略者のですね、意図がもう最後までもう分からないというね、ことになってます。ここからはですね、ちょっとネタバレ、しますので、聞きたくない方はぜひね、こちらでご退席いただければと思います。それでですね、普通宇宙人ものの、SF 漫画を描くとなるとですね、必ず敵がいて、その目的というのがあると思うんですけど、本編はですね、それがね、最後までわからないんですね。あからさまな武力攻撃ではなく、むしろ攻撃を受けたことさえ気づかない、非常に静かな攻撃なんですね。もっと言うと攻撃と言いますか、地球にグランドールなる人形をですね、ただばらまいただけというね、とても攻撃とは思えない仕掛けられたこと
ことさえ気づかないという侵略になっております。どうやらグランドールをですね、人間の中に放り込んで混乱させて、人間同士を疑心暗鬼にさせて地球を崩壊させるというね、非常に地味な方法で地球を侵略してきた異星人のお話ということなんですね。しかしですね、これがこのドンパチやる血みどろのホラーではない静寂のホラーといいますか、得体の知れない存在に襲われる怖さというね、不気味なサスペンス要素をはらんだ作風にこう拍車をかける設定になっておりますよね。非常に普通の SF 作とは違ったテイストを生み出す要因になっていると思います。この作風はですね、後書きによりますと、ジャック・フィニーの SF 小説盗まれた街を参考にしたと語っておられまして、異星人侵略というね、SF 物語というのをはっきりと意識して書かれたと手塚先生自身もね、公開しておられます。盗まれた街といえばですね、1955年に発表された SF 小説でありまして、ハリウッドでは映画化もされておりまして、 4,5 回リメイクされているほどの人気 SF 小説と古典でありますから、映画タイトルもですね、違ってまして、ボディースナッチャーズとかインベージョンっていうタイトルでリメイクされておりますので、まあ、見た方もね、多いと思います。確かにですね、この正体不明の何かに侵略されるという様子、街の人々がいつの間にか別人になっていたりですね、家族や友達も外見は今のそのまんまなんだけれども、何かが変わっていくという不気味さ、そしてその恐怖はですね、やがて自分もそうなってしまうのかという心理に追い詰められていく様子などはですね、見事に本作です、再現されておりまして、視覚的な恐怖を煽るんではなく、心理的に制圧されていくという感じが本作のグランドールではうまく活かされていると思います。先生自らですね、影響を受けたと公言しているようにですね、ここら辺の設定は非常に手塚先生の大好物な題材でありますからね。他に赤の他人という短編も先生は書いておられまして、これはですね、両親が実はこの世の存在ではなかったという設定の漫画なんですね。あと7日の恐怖であったりとか、人間牧場とか、この今目に映る世界が果たして本当なんだろうか、この世界は実際偽物だったんじゃないかというような、短編もですね、描いておりますので、このあたりが非常に大好きなんだなということがわかります。この赤の他人についてはですね、別の動画ご用意しておりますので、ぜひご覧になってみてください。第三者にですね、自分の人生をコントロールさせられて監視させられていたというね、映画トゥルーマンショーが好きな方であればきっと面白いと思ってもらえる作品でありますので、ぜひご覧になってみてほしいと思います。あとここからはですね、個人的にこれに影響を受けてんじゃないかなって思うものが2つありますので、そちらご紹介しておきたいと思います。まずはですね、藤子不二雄先生のパーマンのコピロート、これはですね、影響を受けてんじゃないかなって思ってます。赤い花を押すと押した人に変身できるあのコピーロボットでありますが、グランドールのデザインはですね、漫画家がデッサンなどに使うデッサン人形っぽい感じはあるんですけれども、僕はこの着想というのはここからパクったというか、パクパクしたんじゃないかなと思ってます。ちなみにですね、パーマンの連載はグランドールの連載の約1年前の1967年2月から始まっておりますので、ネタとしても非常にタイムリーでありますし、十分手塚先生が、パクパク意識ね、嫉妬しててもおかしくないと思ってます。コピーロボットのデザインもですね、人間に変身する設定もですね、手塚先生のも大好物でありますから、もうこれはね、パクるしかないかなって思ってたんじゃないかなと思いますね。思ってなくても、どこか潜在的にこういうのはね、ちょっとやってみたいなっていうね、あったんじゃないかなと思います。グランドールの人形が女の子に変身するなんていうシーンはですね、もうまさに手塚先生のお箱シーンということですからね。はい、続いていきましょうか。続いては、ウルトラセブンのメトロン星人の回ですね。これは直接手を下さず地球を崩壊させようとする侵略の手法が非常によく似ているんですよね。メトロン星人って
ちょっと忘れましたけど、タバコみたいなものをですね、地球人が吸引することで地球人同士が殺し合って人類が消滅するのを待つという非常に狡猾な戦略で地球を乗っ取ろうとしてきた怪人という設定なんですけど、まさにこれに似てるなっていう感じはしますよね。このメトロン星人の怪はですね、1967年の11月19日ウルトラセブンの第8話でありまして、グランドール連載の約2ヶ月前なんでね、こちらもまあパクパク嫉妬した可能性というのが非常に高いんじゃないかなと、僕は見ております。ちなみにですね、このウルトラセブンの第8話メトロン星人登場の回のタイトルはですね、狙われた街っていうタイトルなんですね。もしかしたらですね、このタイトルは推測するにジャック・フィニーの盗まれた街を意識して作られたのかなっていうぐらい似てますよね。ちょっとここら辺は僕は詳しくないんで分かりませんが、この回自体がですね、盗まれた街にインスパイアを受けて、原作者の方がウルトラセブンを作ったんじゃないかなと、このね、人間社会にすっかり馴染んだ怪獣の姿っていうのはウルトラマンシリーズの中においても明らかに異様な展開でありますしね、これは非常になんかまあ影響受けたんじゃないかなっていう風に感じさせてくれる内容ですよね。まあ、ここら辺はちょっと興味がある方はぜひ見比べてみても面白いかなと思います。そして最後にですね、冒頭に中国天安門広場が出てきて文化大革命の様子を結構大きく描いているんですけれども、これは本作のテーマである第三者に自分の人生をコントロールされているかもという皮肉をですね、さりげなくこのメッセージとして込めたんではないかと感じてしまうのは僕だけでしょうか。というわけでですね、今回はグランドールお届けいたしました。文化大革命や学生運動デモなど社会的話題になっていたものからですね、パーマンなどからもパクパクした手塚治虫が影響を受け散らかした異色 SF 作品であります。ある種のですね、自身の平行感覚をも失ってしまう世界観を持ったかなり今時のニュアンスも持ち合わせた作品になっておりますので、ぜひこの機会にお手に取って読んでみてほしいと思います。今回ご紹介した作品は概要欄にリンク貼っておきます。このチャンネルでは手塚治虫関連情報を偏って配信している手塚治虫専門チャンネルでございます。見逃さないためにもぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。過去動画にもたくさん手塚作品の紹介をしておりますので、概要欄よりぜひご覧になってみてください。そして学校や図書館などの教育機関、病院などの医療機関にブラックジャック全巻寄贈させていただいております。応募の詳細は概要欄ありますので、ぜひご覧いただきましてご応募ください。ノートの更新もしております。今回の動画文字をお越ししておりますので、テキストでもご覧いただけます。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。ではまた次回、次の動画でお会いしましょう。